立ツ浜駅は石川県七尾市立ツ浜町にある能登鉄道七尾線の駅である。愛称はタテグの町駅。伝統産業である立ツ浜ハマタテグに由来する。立ツ浜地区の中心地にあり、通勤者のほかに石川県立立ツ浜高等学校の学生が主に利用する。簡易委託駅であり、早朝と夕方以降、土曜、休日は無人となる。 相対式ホームに面2線を有する地上駅で、コンクリート作りの駅舎を備える。ホーム間は、古線橋で連絡している。駅北側の2番ホームに出入り口、野鳥公園口がある。また、駅舎は1番ホーム側にあり、駅舎横に、トイレがある。当駅は一線スルーにはなっていないが、下り線が両方向の出入りに対応しているため、列車交換がない場合は利用者が古線橋を渡らずに、 住む、よう両方向とも一番ホームに発着する。2019年度の1日平均乗車人員は197人で、ある。近年の1日平均乗車人員の推移は、以下の通りである。駅前に駐車、駐輪場が整備されている。駅から徒歩2分の JA 立ツルハ店前に、北鉄の都バスの JA 立ツルハ店前バス停が設置されている。 駅から徒歩5分のタツル浜診療所前に、七尾市、コミュニティバスのタツル浜診療所バス停が設置されている。ただし、始発に関しては発着はタツル浜駅前である。ありがとうございます。